小学生レスラーは日本で活躍する現役小学生によるプロレスラー。我が党クーニャンとアイスリボンの所属選手が代表的である。暗黒プロレス組織666、ネオ女子、プロレス、スターダムでも所属していた。ほとんどの選手は高学年新級や中学校、進学などで引退している。主に女子の小学生レスラーのコスチュームは 一般的な女子プロレスのそれとは違い、露出度の少ない服装で参戦する。各団体の小学生レスラーのコスチュームの違いは以下の通り。サトフ小学生レスラーの在籍数が最も多い我が党クーニャン、アイスリボンでは統一されたリングコスチュームも存在するが、様々な私服と思われるコスチュームを着用していることもある。その中で、ひなた、キノコは、 概ねノースリーブにスカート、黒いアンダーパンツという入れたちである。また、2006年4月に中学生になった愛花についても、同じコスチュームが使用されている。全員スカートを履いているが、その下にアンダーパンツを履いている。桜エビ、キッズ出身者の統一コスチュームと考えることもできる。アンダーパンツの長さは選手によって違い、日向や愛花のように、 ほぼ水着と同じくらいの長さものもあれば、半ズボン程度の長さのものもある。アンダーパンツの色は黒一式のみである。そのアイスリボンでも、選手の進級や引退などで、小学生は、里夫のみとなり、リホも2010年に中学校に進級するが、2010年に入り、練習生として2人の小学生が入門している。しかし、以降の新人は、 中学生以上でデビューしており、2015年現在、小学生レスラーは在籍していない。あずみスターダムでは、中学生以下のレスラーを、キッズファイターとしてカテゴライズしている。2011年の旗揚げ時には、夢が在籍していた。夢は、休業に入っているが、2013年に、キッズ第2号としてあずみがデビューした。コスチュームはいずれも私服。ラム会長。 666シャツ、迷彩パンツ、顔は白塗りに目と口を黒塗りのゴシック系。一度引退するも2016年現役復帰。田辺優、ピンクの柔道着という極めてシンプルなコスチューム。ミスター6号スポルティーバエンターテイメントに在籍しているミスター6号は日本プロレス史上最年少となる4歳でデビューしている。コスチュームは レスリングのシングレット。長内門は正式なレスラーではないが、日本国内でのプロレス史上最年少タイトル保持者である。小学生レスラーは、大人のレスラーに比べて、体が小さく、体が柔らかい特徴があるため、その特徴を生かして試合を行うことが多い。大人のレスラーと小学生レスラーが戦う場合、リングの上を素ばしこく逃げ回る展開が多用される。 体の柔らかさを生かして、関節技からはたやすく逃れることができる。このため、小学生レスラー同士の戦いで、関節技で勝敗が決することは稀である。さらに、小学生に対して、厳しい技を仕掛けた場合、観客席からブーイングが出ることがある。このブーイングに、相手レスラーが対応している間に技を出した、小学生レスラーが反撃する姿もしばしば見られる。 アングルとして、あらかじめ用意したセリフなどを試合の合間に、リング上で交わすことがある。こうした、本来の意味での学芸会的なやりとりを楽しむのも、小学生レスラーによる戦いの味方の一つである。小学生ということによる現場の配慮もあり、国内の工業で、小学生レスラーが流血行為はない。また、学業に支障が出るようなその他の大怪我も現在のところはない。 そのため、通常、デスマッチや、ハードコアマッチに借り出されることもない。2010年1月23日のアイスリボンで、リホが小学生レスラー初のハードコアマッチに挑戦しているが、狂気は流血を伴わない、比較的ソフトなものを使用している。ラム会長の水鉄砲のような、小学生レスラーのある程度の反則行為は、黙認されているようである。 彼女たちが所属する団体は、場外戦はあるが、小学生レスラーが場外戦に巻き込まれたことはない。狂気攻撃も、パイプ椅子や机に叩きつけられるといったこともない。しかし、だからといって反則が全くないわけではなく、髪を掴むコスチュームを掴むといった反則はなされている。その他、艦長、股間攻撃、恥ずかしがためといった、いわゆるセクハラ技も、 小学生レスラーに対してかけられたことはない。それ以外は特に普通のレスラーと違う扱いを受けることはない。我が党クーニャンとアイスリボンで様々なコスチュームを着ている。たびたび試合中にスカートがまくれるため、いっそのことスカートをなくせばいいのではないかという批判も出ている。2006年6月にデビューしたセイナはパンツスタイルである。ありがとうございます。